こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は救援しらす水産ガチャ40連いきたいと思います。いやー、ついに新高校来ましたね。まずは新高校といえばガチャ、はい。で、このガチャが2月9日から16日まで行われているガチャになります。で、新キャラの、新シナリオのしらすですね。ここの新キャラが4人追加されていますと。で、ステップアップガチャになっているようで、初回30個 PR 以上確定、2回目 PR 以上確定の40個、3回目 SR 確定の50個、4回目はシラスのキャラ確定の50個、5回目以降は SR 以上確率アップで50個で回していけるようです。今回はまず40連したいと思います。で、新キャラが全部魚にちなんだ名前ですね。マグロ、ツナヒロ、必殺しけ、しけしけっていう、まあ海関連してるけど、必殺火消し人はおそらく心筋毒なのかな。骸骨も何か今んとこわかんないですね、僕は。鈴木一成吾くん、守備と精神、鶴瓶打ち。で、ブニキですね。ブニキって言っちゃダメか。ブーみたいなやつがいますね。赤原カンパチと。で、恐怖のマンデ男とマインドブレーカー、結構面白いですね。野手だけどマインドブレーカーと、最強クラスのね、投手のね、金徳を持ってると。で、クライアンナギちゃん、ナギくんかな、まさかナギちゃんだよね。ヒートアップと形勢逆転と。形勢逆転ってなんだろうな。ピンチの場面を無失点に抑えると次の攻撃時に味方の打力アップ。何の金徳なのかなっていう感じのが増えてきたので、僕もちょっとサクセスしながら新青徳もあれば見ていった方がいいかなという感じですね。で、ぜひぜひ新キャラの使用感、新キャラの使用感と、もうすでにサクセスされている方、僕にコメント寄せてください。このガチャ動画自体がおそらく初回のサクセスの後に出すか同時に出すと思うので、ちょっと時間差あると思いますが、ぜひぜひ皆さんのコメントを寄せていただければ嬉しいです。というわけで行きましょうか。まあ、どれって言っても分かんないんで、今のところ。まあ、新キャラ出ろって感じですね。30連中にね。いきなり来た。新キャラ来い、マジで。新キャラ、左上。はい、来た。2個。あ、びっくりした、ブニキ。あ、もうすでに引いてよかったなってなってますね。ブニキ。だからブニキじゃないって。打撃力のあるキャッチャー。データの分析力にも優れていて、チームの頭脳として勝利に貢献する退職官、チャンス、キャッチャー、追い打ち、リベンジ、結構強いですね。うん、コツは悪くないと思います。追い打ちとリベンジなんかは持ってるキャラがいなかったので、まあ結構かゆいところに手が届くコツですよね。こういうのは取りたいけど結構ポイント重くてうーんみたいなコツなので。で、チャンスとキャッチャーと。イベキャラとしてもかなり活躍は見込めそうな雰囲気ですね。頼む、これをしたら新キャラ出ろ。暗転しろ。暗転。やった、めっちゃ大勝利、引いてよかった虹谷。いや、もう僕、動画内で、虹谷来い言ってて、まあ、虹谷のガチャそんなに引いたわけじゃないので、なんとも言えないんですけど、その言う資格もなかったのかもしれないんですけど、今心の底から嬉しいですわ。暗転しろ、虹谷も欲しいなって言おうとしたところに虹谷行きました。超一流の本格派投手、多彩な球種とコントロールを持ち、球速、スタミナ、野手能力も一級品。腰が軽くて女好きな性格のせいか驚くほど足が速い。これめっちゃ嬉しい、心の底から嬉しい。はい、すまんな、すまんな、生放送すればよかったかな。で、新キャラ来い。大勝利来い。新キャラ来て。安定。マジで？これやばない？もういいんじゃないの？このガチャ引かなくて。というレベルですね。はい。新キャラのマネ出ました。釣りの大好きな野球部マネージャー。活発で推しが強く、諦めない性格。何でも釣りや魚介類になぞらえて話す癖がある。フィッシュ！これ呼び上げてて悲しくなったな、今。はい、で、
固有あるよね。固有の一緒が。一緒に練習すると練習経験点アップの効果と。いや、これはもう、聞いてよかったなと。いやー、二次谷と新真似か。言うことないな。もういいかな。これで新真似被ると結構寂しいからな。あれ？いる？いる？つって僕もう弾く必要あるか。いや、今一番弾きたかった二次谷が弾けたんで、もう、弾く意味あるのか的な感じですけどね。カンパチ来てて、なぎちゃん来てて、だってあと、借りりゃいいわけだからな、一人。まあ、もう一人、まあ、バトスタも来るんでね。まあ、もう一人弾けたら嬉しいですけど、いるのかな。まあ、一回弾いたしな。はい。ちょっと大勝利すぎて興奮しすぎてしまいました。で、まあ、弾いていきましょうか。母体だけ。弾けたら、まあ、助かるけど。うん。まあ、行きましょうか。弾くって言いましたし、ね。うん、まあまあ。ちょっと新キャラ欲しいな。新キャラ。お、マジで？あー、ゲン。ゲン。まあ、そんな世の中うまくはいかないっすね。ゲン。おー、ナイス。マグロ。速球と鋭い変化球を武器にする投手。強気のピッチングでチームを牽引する。いつも自分だけ9人を投げ切るのを目標にしている。はい。そうですか。そうですかって感じですね。タイピンチ打たれ強さ伸びきで思い玉。すげえな、この特能。超有能ですね。パワヒ初級競争心。ああ、バッターとしてもかなり有能そうですね。で、正直ボーナスは見ないとわかんないな。特に得意練習2つですから、これ見ないとわかんないですね。SR。あれ？もうこれ僕、あの精神守備のやつ、借りたらいけるんじゃない？バトスタ。っていうレベルにはなってきましたね。SR 確定です。もう新キャラ以外、いる？誰かいる？欲しいの？いやー、思いつかないな、もう。四条？兄？くらいかな？母体欲しいのって。と、新キャラ、はい。このあたりですね。20。はい。出ない。うん。でも、ピンクボール確定はいいっすね、やっぱり。来い。新キャラ。お、つくも結構欲しかったー。やったー。僕、つくも持ってなかったんですよ。ずーっと出なくて。ひょうひょうとした性格の外野手。野球では集中力を重視している。アバター野手とは、中学の時から親友で勝つライバルだった。いや、このガチャもうめっちゃ勝ったな。引いてよかった。ちょっと引くかどうか迷ってたんですよね、これ引く前に。もう SR ガチャ券とかで、もう出せるんじゃないかなと思ってて。ちょっと迷ってたんですけど、引いてよかったですわ。いや、つくも嬉しいな、普通に。やったぜ。うん。コメント欄でもリスナーの方に指摘されたんですけど、ネオさんって、欲しいキャラが出なかった時、必ず、はいって言いますよね、つって。で、そうなんですよ、僕。口癖っぽいんですよ、多分。はい、つって。コメントがなくなって、はい、つって。はい。いや、これは嬉しい、素直に。このガチャやばいな。このガチャ引いたら SR 結構出ますよ、皆さん。っていうのを伝えられるのも嬉しいですね。はい、最後ですね。そうだな。どれが欲しいんだろう、どれが強いんだろう。とりあえず、マネ以外。で、今、この守備と精神のキャラが出てないんで、こいつ SR で出てくれたら結構嬉しいなぁ。か、いいんだよ、PSR でも。大勝利、2次。来ない。3個。5個。10個でもいいよ。10個って出んのかな？反転。うおーい、新マネだ。そう、これが怖いんですよね。せっかくこう10連目で出ても、これが来るとすごいな。R 全員なんだけど。R しか出てねえんだけど。はい。いや、まあまあまあ、でもいいでしょう。虹谷とつくも出たんでね。
あともう一人誰か出たような、なんか走塁の僕いらないやつ出た気もしますけど、まあいいでしょう。はい、ということで僕は40連して、まさかの虹谷、スクモ、ゲンで新マネにって感じでしたね。そっか、ボタン欲しかったな、新キャラ。いや、これはもう本当に心の底から嬉しい。虹谷っていたかな。虹谷全然いねえわ、やっぱちょっとガチャサボりすぎだな。虹谷いません。PR いねえ。え、本当に、まあ引いてないもんな。確かにいねえわ。解放できねえ。解放できねえ。マジか。虹谷ピックアップ来ないかな。うん。あれ、虹谷の PR 一人くらいいると思ったけどな。1枚2枚あったような気がするんだけどな。これ順位が結構下の方なのかな、それとも。サイリの上とかじゃないんだ。ちょっとわかんないですけど。まあ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 。うん。今回は、すまん、大勝利っていう感じでした。まあ、新マネも嬉しかったですし、やっぱり、虹谷が最も嬉しかったと。これ本当に今まで、今現状で、一番欲しいキャラだったので、虹谷。めっちゃ嬉しいですと、ボタン引けて。で、さすがに上限解放しないと、まあ、タックボーナスのところですね、最も。まあ、ちょっと引っ張り出すか。どうせ使うだろうしな、どっかで。すまん、進むくん。で、いやー、こりゃ引いてよかったなぁ。虹谷。いや、つくもも普通、地味に嬉しいですね。いや、片精神とかやりたいときに必ずつくも欲しいなって思うんですよ、僕。で、あー、でもつくも引けてないなぁ、引けてないなぁってずっと思っていて。今回弾けてめっちゃくちゃ嬉しいっすわ。で、虹谷が、やっぱ初期評価とスペシャルタックですね。が、ちょっとでも上がんないと結構きついと。こいつ45だもんな。10% 上がるんで結構変わるんでね。解放できねえな、ただ。全く。全くと言っていいほど。35だな。35だな。まあいいのかも。いいのかな、どうなんだろうな。ちょっとわかんないですけどね。まあ、使えるでしょう。間違いなく。最高の両キャラが手に入りました。ぜひぜひ皆さん、いつもね、ガチャ負けてるんでね、ライクボタン、コメント欄で、おめでとうと、一言、いただければ嬉しいです。で、あとは、シラスのサクセスですね。少しずつやっていきたいかなと思います。で、今のところもらってる情報で、まあ皆さんから少しいただいた情報で、試合数が多いんで、試合経験点を積んで、まあサクセスすると結構いいかもしれませんという話でしたんで、まあ試合経験点デッキから簡単に思想を始めて、徐々に、まあこうしたらいいかな、したらいいかなっていうのを確かめていければなと思ってます。ぜひぜひサクセスの方も、もうすでに公開されてるかもしれないですけど、1回目なんかは。コメント欄で、まあ、コツを皆さんから教えていただければと思いますね。まあ、徐々に分かってきたら、じゃあガチってみるかっていう回も少しずつやれればなと思ってます。で、皆さんに、まあ、こういうデッキがいいんじゃないかなというのをご提案できればいいかなと思ってます。ちょっとおしゃべりっすね。生放送始めてから結構喋るようになったかな。なんかこう、皆さんと関わってって変だな。まあ、話をさせていただく機会が増えまして、生放送始めて。今多分3回ぐらいかな。僕の動画のページのチャンネルにも、リストか、にも生放送って作りましたんで、興味ある方はぜひぜひ、結構喋るな僕、やめよう。はい。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、こちらもフォローいただければ嬉しいです。また次のシラスでお会いいたしましょう。